下腹が気になる方は腹筋やプランクをする前に今回の動画を見てください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、こちらについて解説していきます。まず反り腰と猫背、この2つが原因にあるとですね、お腹の全体が出ている、または下腹だけ出ている、そういった状況になります。その状態で腹筋やプランクをしてしまうと、どんどん姿勢が崩れてですね、お腹が出てしまうことがあります。そうならないためには、自分がどちらに当てはまるのか、それをまず知った上で今回のやるべきことをやってもらえたらと思います。まず反り腰の方がですね、お腹のストレッチや、例えばヨガで上半身を伸ばすようなポーズ、そういったポーズをしてしまったりすると、お腹が伸ばされてですね、どんどん反り腰になってお腹が前に出てしまう、そういった状況に陥ります。または猫背の方がプランクや腹筋をしてしまうと、どんどん猫背が悪化して下腹がボコッと出てしまって、お腹が引っ込まない、そういった姿勢になってしまいます。そうならないためには、今回の反り腰の改善ストレッチと腹筋、猫背のストレッチと腹筋紹介しますので、最後までご覧ください。はい、ではですね、まず反り腰の方から説明するんですけども、反り腰の方はお腹が伸びていますので、プランクとかをするとどんどん反り腰になってしまいます。そうならないためには、まず腰のストレッチが必要です。要は腰、脊柱起立筋の方が腹筋よりも強いために、体が反ってしまいます。そうなるためには、ここのまず背中のストレッチをすることで体のラインがまっすぐにできます。膝を抱えて腰をしっかり丸めます。お尻を少し浮かした状態で体をちっちゃく丸くなってください。ぐーっと膝を抱える感じです。息をしっかり吐きます。吸うときは一回体を戻します。また息を吐きながら足をどんどん抱えてください。もう一回いきます。そうすることで脊柱起立筋、大腰筋が伸ばされて、体の反り腰が少し楽になります。で、次に反り腰の方がやる腹筋なんですけども、腹筋の際に普通のシットアップやクランチやってしまうと、反り腰の方は腰が浮いた状態でバタンバタンという風に、腰の隙間ができた状態で腰を埋める、浮く埋めるっていう風になってしまうので、反り腰がいまいち治りません。そうならないためには、常に腰が丸まった状態の腹筋が大切です。やり方としては、膝を少し曲げます。手をももの上につきます。これで腰を丸めたまま揺れます。この時に手で太ももをできるだけ押しとく感じです。これを10回です。しっかりももを押さえて、そうすることでしっかりお腹に効きます。これで10回入れます。5、6、腰をしっかり丸めたままです。1、8、9、10、効きます。次に猫背の方なんですけども、猫背の方は背中がまっすぐで、肩が入る、首が前に出る、こういった状態になります。そういった場合は、後ろの背中の筋肉が固まってお腹が締まったままになってますから、そういった方はうつ伏せで手を肩よりも少し前につきます。これで手を伸ばします。こういった感じで脊柱起立筋のストレッチをしてください。ぐーっとお腹も伸ばします。だいたい10秒間です。ぐーっとキープします。その後に、猫背の方は上半身の上側の脊柱起立筋が弱いので、その時にプランクを行います。普通のプランクを行うと、体の真ん中ぐらいが鍛えられますから、上半分にあんまり負荷がいきません。ということで、今回は膝をついてですね、上半分の脊柱起立筋を鍛えます。ちょっと肘をですね、前に持ってって、ここで腰をですね、クッとね丸めます。
その時に背中が丸まらないように、広背筋のあたりはまっすぐキープです。こうならないように、これくらいでキープです。これで腰をクッ、クッと動かします。あんまり反らないように、まっすぐからさらに締める。これを大体10回です。今のプランクといえば一般的に肘とつま先でキープですけども、猫背の方は上半分が弱いですから、こっから上ぐらいを鍛えるために膝をついてプランクを行うのが効果的であります。今の反り腰と猫背、これをしっかり踏まえた上でエクササイズを選んでください。何でもかんでも腹筋をしたり、とにかく下腹が気になる、お腹が気になるということでプランクをしたり、そうすると姿勢が悪化してさらに出てしまいますから、今回の反り腰の方は前半、猫背の方は後半にあったストレッチと腹筋またはプランクをやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。